皆さん、佐賀城にようこそお越しくださいました。この佐賀という土地はちょっと変わった風習がございます。どういった風習かと申しますと、毎月決まった日に決まった仲間たちで集まって酒を飲むという風習でございます。まあただこれだけ聞くとただの飲み会なんですが、この集まりを三夜町と申しまして、昔は決まって旧暦の23日に行っておりました。なぜ旧暦の23日かと申しますと、月読みの御事という月の神様を祀っていたんでございます。しかしこの旧暦の23日、酒飲みにとってはちょっと都合が良かった。月の神様を祀るためとみんなで集まってね、お酒を飲みながら月を待っているんですが、その日は月が昇ってくるのが遅いんです。なんでいつまで経っても月の出らんねーなんて言いながらですね、遅くまで酒を飲むことができたんです。この物語はある集まりが初めてできた時のお話でございます。この集まりというのは明治の新時代に大きな意味を持つこととなる集まりでございます。今宵も佐賀は白毛小路にございます島吉武の家で三夜町が開かれておりました。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によりまする歴史寸劇、夜ば明けとけ。それでは、始まり。山町やっか。月の出らんねえ。あー、月の出らんねえ。あれは月の出られん、出らんねえばもう帰られんわ。俺帰ります。なし、まだな、もうお月見しとらんやん。だって、今時期は月がだいたい昇るとか遅かじゃなかですか、うん、それに今日はほら、ここは雨の降る音ですよ。いつまでたっても月なんか出なか出らんですよ、もうほら。あれは出らね、雨の冬やった、気遣いやった。じゃあ、ジロー、まあ、止まっていけ。なんで、まあ、お月さんの登ってくとは見られないわ。お日様の登ってくとは見るしかなかろうもん。止まっていけ。もう、ダニエさんの言うことはどこまでが嘘で、どこまでが本当かわからんの。よかやか、たまにはいとこ同士腹ば割って話はしゅうでて。たまにって毎月こがやって集まるとですよ、もう話す話題も中ですよ。よかやかな、次郎、ほら壇上さんの胸に飛び込んでるから。もう気色悪かも。まあ、まあ気色悪かか、まあ、言うならさ、よかやか、お前の兄ちゃんの信用さん、枝吉信用さん、まだ来とんじゃないやんかな。確かに、兄上遅かですね。あ、うん、うん、こんなことば、なんで信用さん、なんかあったと。いや、あったかどうかは、なんも知らんですよ、聞いとらんけん。いやいや、今日遅かとか原因とかは何も知らんですけど、うん、最近の兄上は、なんかおかしかったです。おかしかった。いやいや、この間も、うん、ちょっと出かけてくるって言うたままですよ、うん、言うたまま2、3日帰ってこんかったり、うん、あ、今日は家におんさなと思ったら、一人でおんさはずの部屋から笑い声が聞こえてきたり、いや、なんかおかしか最近の兄上は、うん、あ、おい、信用さんやったか、あ、間違えたか、あ、絶対信用さんやったか、あ、いて、なあ、大変さん、なんか見たぞ。ジロ、あのさ、あちらへんさ、梅林庵ってあと知っとろ。梅林庵、ああ知ってますな、うん、その梅林庵のあたりはさ、うん、信用さんの痛い戻ったい痛い戻ったいして、うんうん、で入り口のあたりに来たらさ、ピタって止まって、うん、キョロキョロして、うん、で周りに人のおらんとは確かめてから、うん、入っていきなったもん、うん、
あ絶対なんかっぱあ絶対なんかっぱなんかだな合いびきかもしれん合いびき何言えか何言えか合いびきか冗談っつって冗談でいいよろが不潔不潔じゃん冗談ってお前新陽さんと嫁さんのおしずさんまだ新婚さんのラブラブチュンチュンチュンぞお前そんなことあるわけなかやんかラブラブチュチュチュってないやいやすごく食いつかんでよかったそういえば明日5月24日って言ったら新陽さん誕生日やなかったっけあ誕生さんよう覚えとんさんですね、うん、いやほんとそれはね俺たち周りのもんがしっかり覚えとかんといかんとですよマジいやいや兄上自分の誕生日とかすぐ忘れんさ新陽さんらしかねでしょもうあの人は自分のことは全く無頓着でさ国のことばっかり考えよらすけどな自分の誕生を祝うなんぞよりもまずはこの国が度外したらもっと余格になるかそういえば考えんばなパン次郎パン日の丸ドーンってきそうな度外したかいや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 あの兄上の喋るとこばちょっと思い出して、うん、いや兄上の誕生の祝いの席であった怖ーが言葉を思い出したら祈りとなってきました何のあったかい、聞きますか、うんあれはですね、うん、兄上の誕生の祝いを最後にやったそうそう多分6年前、うん、ああいやその日ね兄上は結構機嫌も良くてですねちょっと待ってお前6年間も兄ちゃんの誕生祝いしとらんと白状か弟やね違いますよその頃から兄上はこう江戸に行ったり佐賀に帰ってきたりとこう行ったり来たりしようとったけどなかなかこう祝う機会がなかったとですよラケットっせだってその6年もの間お前新陽さんの恩さないやったけんがお前はのんびらーってできたとやろ、まあ、なで今から6年前っちゅうたらさお前ブーってしとったろうが何しとらんですよいやしとった近所の人の引用さったばなんてほらほらあの堀場たば歩きよさ人 あれがあの枝吉家の次男の次郎さんよあらいつでボーってしとさんよねほらほらあの歩きよさとば次郎さんほらほらあ堀にお茶けんしちゃったなんで普通に歩き寄って堀にお茶くとねえ、なんでなんで普通に歩き寄って堀にお茶くとねえなんでそんなこと覚えとるんですかいやそんな細かく言葉もそのお前がさ今や藩校行動館では主犯学業一番やもんなうんよくぞまともになられていやいやあ、やばせんね実はそのことにもその時あった細かことっていうのが関係のあることなんですよ。まあ、やだけどその兄上の誕生の祝いの席で、うん、兄上がこうなんか宣言場審査だったんですよ。うん。どがん内容やったかはちょっと忘れてしまいましたけど、とにかくもう信じられんようなもう型破りなことでした。うん。だけど俺がね、うん、いや兄上そがん言葉いいよったらそれ聞かれたらもう世間の人からなんて言われるかわからんですよって俺は言うてしまう。うん。そしたらコンパカレが世間の人から何かを言われるかお前はそがん心持ちで学問ましろとかこん世間ば用してこその学問やろお前のだな細か心持ちの学問なんぞなやる意味はなか今すぐやめてしまえ私が悪うございましたいやいやいや、ダニオさんは何も悪くなかった。その時、おいがそがん言われたって。がばりやすかった。いや、おいもがばりやすかったですよ。もう胃の中もバーって出そうになって。あってんですよ。おいはその、兄上の言葉ば受けた時、なんていうかもう、雷に打たれたような衝撃ば覚えたとです。確かにそれまでの俺はあそう例えばこの師匠ご教馬を読んどったにせよ
覚えるとが精一杯で内容まではちょっとわからんかったです。バテン、その兄上の一括はもろうてからはこの学問だけじゃなく世の中の道理までもがもうまるで手に取るようにわかるようになっていたのです。確かに6年前と今とじゃお前目の輝きも顔つきも全然違うもんな。そうなんですかね。うん。いやバテン、おいはその時のこともあってか。未だにもう兄上が恐ろしゅうて仕方なかとですよ。もう何か言うたら怒れるかなってこう。だけん、俺は未だに兄上から何か聞かれてもまともに顔ば見て答えることもできんとです。よっしゃ。そういにさ、はい、一丁、枝吉信用さんの悪口ば魚に酒ば飲もうか。なんでそんなことですか。度胸漬け草、度胸漬け。あ、お前、なんか飲んどらんやんか。お前、酒飲めん気じゃなかったですか。よく見よけよ。度胸漬けですか、そんなことで。枝吉信用のべーけ。そんな大きい声は出して聞こえたらどかすんですか。言うて、言うて、言うて、言うて。言えないよ。見よけよ。なんですよ、二人しかおらんけど。ええだよし、信用のタコ坊主タコ坊主言ってみやねえよかんか、見よけよもう見ようって、目の前に置っとけとにかく、こういうの落としてええだよし、信用お前の母ちゃん、デビューそうはーいって待って、信用先生の母ちゃんがデビューされたら俺の母ちゃんもデビューされた兄弟あ、そうですか、分かった、見よけよ枝吉信用、お前の父ちゃん父ちゃんも一緒、兄弟やけ母ちゃん一緒なら父ちゃんも一緒それで、おい見よけよ見よけよ誰さん、頑張れけど、枝吉信用、お前の弟弟最後、直接うんすまんすまんじゃない、いつまで飲みよそれ飲みたかったやろ、結局もう枝吉信用何を やっと来た下がるぞ信用さん、いや、あの信用先生尊敬してます。おなんじゃ、誰か来とるいや、ほら、おいつでか話してるの見よくよ。まあ飲みすぎらんことしとくよ。はい。なあ、ダニオ。はい。あさって、夜ば開けとってくれんか。明日じゃなし。明日なんばいいよとか。あさっての5月25日じゃ。なし。なしって5月25日って言うたら大切な日じゃろうが。まったく。パパと言う通りだ。信用さん自分の誕生日覚えとらせたんだ。でしょうね。何よ、何ブツブツ言いよっとか。誰かおるんか。あ、いや、誰も来ないで来ちゃない酔っ払っとるんか。ちょっとね、ちょっと入って三夜待ちやった。三夜待ち、そうか。山あ、すいません。すまんな。すまんな、忘れると。あ、いえ。なあ、ダニオ。5月25日って言うたら、今から500年前、天皇を守るために、命がけで足利尊氏の大軍と戦い亡くなった楠木正成公の命日じゃろうが。はあ、港川の戦いじゃ知っとろうが。はい。わしはな、楠木正成公こそ日本一の天皇の家臣じゃとそう思うとる。その木像がこの佐賀のあの梅林庵に安置されてあるのをわしは見つけたんじゃ。梅林庵。うん、
恋はまさに佐賀のわしらが先頭に立って天皇中心の世の中を作るべしという神のおぼし召しじゃ。そこでじゃ、あさって5月25日同志たちを集めて皆でその木像を廃するんじゃ。つまりわしらが楠木正成公のご意志を受け継ぐんだな。そうじゃ、天皇を中心に全ての民が安心して暮らせる世の中を実現させるんじゃ。そのために同志で集まり皆で語るんじゃ。そして真に素晴らしい世の中を実現させるんじゃ。いいか、何、今の世の中が正しいと思っておってはいかんぞ。徳川幕府なんぞ敬っておってはいかん。幕府なんぞなかん。おお、徳川もなかん。ああ、佐賀藩もなかん。ああ、いやここ佐賀よ。佐賀藩もなかって蘇我藩型破りな言葉言うたら周りの人たちからなんて言わ、でもよかもんね。よかもんね、新王さんね、言われてもよかもんね。はい、何よ。はい、なんじゃこれは。いや、はい、あさって夜負けとけよ。うん、で、ごめん、あ、他に誰に声は書くと。そうじゃな、身内の中で志のあるもんに声をかけてみるか。よかね、身内ね。あ、じゃか、ダニオ、これは秘密じゃ、秘密結社じゃ、親にも兄弟にも言うてはならんぞ。もう分かった。いや、待って、兄弟ぐらいはね、言うとか本筋じゃなかったよ、俺は思わかってんね。ダニオ、行動館で出来のよかやつに声をかけるのはどうじゃ。よかねー、ねえ、身内で藩校行動館一同春英といえば中野宝蔵、片桐新九郎もったな。いや、あの、新谷さん、あのさ、あの、身内で誰か大事か人が一人忘れとら、ほら、ひとり大北かと。あいつば忘れとったな。だってあいつば呼ぶならしこたま酒場用意せんといかんな。となるとこの集まりの名前も考えんといかんな。天皇を中心に全ての民が安心して暮らせる世の中を作る。そのために同志で学び、語り、行動に移す。つまり義をもって祭りごとをなすか。義をもって祭りごとをなすか。ダニオ、義祭同盟中はどうじゃ。義をもって祭りごとをなす、義祭同盟。やっぱね、おいの文字も一文字や。そんなら早く急がんといかんな。よし、何よ、あさって夜ば開けとけよ。おう、よし、忙しいなってきたぞ。おお、義祭同盟。ああ、義をもって祭りごとをなす。ああ、おいの名前も一文字や。義祭同盟、義をもって祭りごとをなす義祭同盟。あ、すごか、兄上はさすがだ、やっぱすごか人ね。どうしよう、ダニアさん、ほら、はい、なんでかね。バカ！ジロー、ジロー、飲み直すぞ。飲み直すぞ。兄上、
兄上。なんじゃ。はい、今宵誕生の祝いをさせていただこうと思っております。ん、誕生。はい。誰のじゃ。いや今日5月24日、兄上の誕生日ではございませんか。そうか、そうじゃったな。はい、一日違いとはまた奇遇な。よし、次郎。はい。今宵も良いが、明日もじゃ。明日夜は明けとけ。おう、良いな。実はな、はい、こうして翌5月25日の夜、佐賀城郊外にある梅林庵に一人また一人と集まった同志、その数38名。今から約350年前に彫られた楠木正成正綱木彫りの像を拝み、彼らの天皇を敬い安らかな国づくりにかける思いを一人一人が命がけで受け継ぐことを確かめ、名前を書いて奉納した。その後、義祭同盟は毎年5月25日の夜に開催され、後に江藤新平、大隈重信らも参加。ついに佐賀藩主鍋島直政公もその存在を認めるところとなった。義祭同盟は身分の違いを超えて国づくりを議論する貴重な機会となったのである。初代司法卿となり万民の法の下の平等を訴え続けた江藤新平、初代文部卿となって義務教育制度の礎を築いた大木高等、内閣総理大臣に二度なり早稲田大学を作った大隈重信、北海道に渡り札幌の町の礎を築いた島義剛、そして次郎添島種臣は民間人初の外務卿となり、マリアルス号事件で日本の人道主義を世界中に知らしめた。次郎、ようやった。義祭同盟の弟子たちがわしの亡き後、明治の新時代を大きく担ってくれたのじゃ。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によりまする歴史寸劇、夜場明けとけ。本日は最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ありがとうございます。このお話にありましたように、枝吉新陽が楠木正成正綱親子の木彫りの木像、木彫りの像を発見したことで、義祭同盟が結成されたこと、そして、添島種臣が枝吉新陽から一括されたことで、目が覚めたこと、これは紛れもない史実でございます。我々はこのような歴史の教科書では知ることのできない史実をもとに、ここ佐賀城本丸歴史館で、この寸劇活動、続けてきております。皆様のおかげをもちまして、12年目となっております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。